はい、皆さんこんにちは、ピカです。ゼルダの伝説、夢を見る島、やっていくぜ。はーい、前回フックショットを見事手に入れましたね。まあ、フックショットで、まあ、いけそうなところ行ってこようか。行くぜーと、なにー、爆弾になってるじゃねえか。ちょっと待て。これだよ、お前。いつもこれ乗ってるんだよ、バカ野郎。ルル。なんだよ、お前、これ、お前。よし。よし、ここなんだろう。ここ、フックショットじゃなかったか。違ったかな。フックショット。フックショットって違うか。滝の洞窟か。これ違うね。滝の洞窟のところがフックショットだったか。あ、これ違うわ。よし、まあ、そしたら、神殿に向かえっていうことなんでね、向かっていきましょう。これは本当なんかならんか、これ。まあ、南の神殿とかいうとこ、まあ、だいぶ前に行ったことあるけど、そこの方行けばいいのかな。まあ、フックショットでいけそうなところも気をつけつつ。よし、とりあえずこっち、ここに、ここが南の神殿だったかな。どう行けばいいんだろう。こっちだったかな、神殿。まあいい、こっから行ってみっか。あ、そうそうそう、ここ切り株あってフックショットできたはずじゃ。行こう。オッケー。ほら、なめんじゃねえぜよ。いこのリンクピカ様をなめるな。おい、これはなんだ。あなたもチャレンジ、いかだで急流滑り。事務所へどうぞ。最高記録なし。なんだそりゃ、お前。ああ、中村さん、おはようございます。今日会社休みっすか。100ルピーでイカラじゃねえ、イカダに乗るかい。乗るよ。急流滑りにはコース上にあるアイテムを集める遊びと、ゴールをした時のタイムを競うタイムアタックがあるよ。どっちをやるんだい。当て待つのでいいよ。レースっぽいのは嫌だから。あ、よし、ゲートを開けといたよ。存分に楽しんでちょうだい。わかった。よし、どうやるんだ。このイカダサーフィンピカをなめるな。どこ、こっちか。ああ、怖い。ああ、面白い。ああ、プール入りたい。プール行きたい。こっちか。あっち行けん。おい、こっち行く。おい、ちょ、あ、どうやんの、お前。Y ジャンプ。こっちだ。ここなんだ。Y ジャンプ。あらら。
上行け上上上行け、こっち行けこっち行け、なんで行かねえんだよ。はい、そこまで。アイテム集め終了。いや、そこどういうつながりになってるんですか、中村さん。もう一回やってみるかい。いいっすよ、その気になったらまた来てちょうだい。うん、そっち行く。これなんかこれどこだ、これ。あ、ここここここ、これどうやんの。ジャンプフックショットか。そんなんできんよね。ジャンプフックショットいうのもあったら面白いかもね。まあでも混乱するだけか。いや、これどうやって取んの、これ謎だぞ本当に。ああ、こういう風に繋がってるのか。ならば、ここじゃなく下から行かないといけないようじゃ。ここ降りて、ここに乗る。あーと、右だっけ。まあとりあえず行ってみましょう。あ、右の方に。これはなんだ、これ洞窟なんか。ああ、これね、うん、妖精の瓶もなんかいくつかあるみたいよ。よしよし、あいつ倒せるぞ。よしよし、ナイスフック、ナイスフックだ。この野郎、許さねえ貴様。よし、これ掘れ。X なんだこれ。あ、思い出か。何もねえ。バカ野郎、お前変化球苦手なんだよ。まあ俺はストレートで来い、ストレートで。この草なんか怪しいな。掘ってみろ。おい、よし、あれは怪しいよね、あの一個だけの。はい、ね、怪しくありません。疑ってばかりいては大物になれませんよ。おい、
風の魚の目覚めなくば勇者は島の土になる。そうです、すべては魚にかかっているんです。パス、ビシボス、パス、斬殺、パス、あれなんだこれ、あれはなんか、マジカルシールドみたいなの投げんと、シールドじゃねえ、マジカルソードみたいなの投げんと、どういくんだ。いやでもみな、あの南の神殿はどう、俺こんなん叶わねえやって、なんかなけんと叶わねえやって出てきた記憶あるんだけど、何だっけ。まずでもまず神殿はまず南から行けって誰かフクロウかなんか言ってたよね。だから南ではいいもんか。これでなんかな剣と勝てんだんだよな。そのなんか忘れちゃった。閉じ込められてもうボッコボコにされてブチ切れてたから、これこれ爆弾かなんかか。いやいや、やっぱわからんわ。待て、爆弾か？やっぱ。だよな。え、嘘だろ。これ嘘だろ、これ嘘だよ。絶対な、なんだこれ、お前舐めてんのか、これ。ふざけんな、バカ野郎。いやいや、こう正しぬだけじゃんか。なんなんだこれ。あ、回転切り通じる。盾壊れた。なんでお前盾壊れて、お前バカ野郎、マジガゼットかお前。やめろ。待て、あれ使え、こっ使え。
普通にできる。いやいや、飛ぶタイミングであれだもん。飛んじゃうもん。これ飛んじゃってるもん、これ溜めてたらよ。さっきどうやって当てたんだろう俺。さっきどうやって当てたんだ俺。なのこれ。いやいやいや、あかんねこれ。溜めるの停止なるし、溜めるの停止なってこうなるんだよな。俺どうやって当てたんだろうさっき。おかしい、俺どう、よく当てたのこんなもん。回転切り、ほら無理やんか。あかんな、どう当てた俺。階段あったんだよな。フック利用してもっと捨てよう。死んでー。あれにもフックやっぱつくね。これなんだ。あ、こ、北の神殿か。あー、ここ行かねえよまだ。道具屋、道具屋分からん。いけ。ここもさ、フックあったらいけるんじゃないか。ああ、ここはいけんな。よし、とりあえずドーム屋までちょっとワープじゃ。こんなさまよっていてもしょうがねえぞ。ほいか。
あ、ここというか、あこ行けるぞ。まあとりあえず今1000円あるから弓買えると思うから、ここ道具屋、メーベルの村ね。よし、あーこれください。もうちょい負けてくれよお前、980円お前たっけーなおい。弓矢あったっけ。まあ今20本、でこの下だっけ、この下だな。フック、なんだ、もう一度最初からやり直し。何がだよ、何がだよ。たわけ、とりあえず、これであの南の神殿に戻ろう。ここまではアップじゃ。よし、オッケー。これで、これをこれにして、お願いします。フェイスの鍵、これは、はいはい、調べる。魚かクジラみたいだな。これに触れし者に継ぐ。コホリンとは島にあらず、空海山人魔物皆すべて作り物なり、風の魚の見ている夢の世界なり。風の魚目覚めるとき、コホリンとは泡となる。我流れ尽きし者に真実を伝える。作り物？何言ってんだよね、バカ野郎。未来は自分が作るんだよ。
全然意味違うけどね、これ。この気配。この中にある石板は古より伝わるもの。この島が風の魚の夢の中にあると記しておる。夢かうつつかなど誰にも確かめることはできんじゃろう。宝の箱は開けてみなければ中身を知ることができんように。夢も起きても見るまでは夢とわからんものじゃ。本当のことを知る者は風の魚だけなのじゃよ。信じる道を行きなされ。いずれ答えは見えてこよう。ほほほ。わかった。すまん、フックじゃない。ちゃう、こうだ。よけんだ。あす。よし、そしたら、まあ、北の神殿、まあ、このあの、フェイスの神だね。そして、行ってぶった切る。これを2秒でやらねばいかん。バス、いで。これ、このなんか何のかけらを手に入れたっていうのは、あの、少々鬱陶しくなってきた。あれはさすがに効かんか。よーし。から行けばいいか。ちこっち。おい、こっち来い。あ、こっち来い。こっち来い。ここを泳ぎつつの、で、上がったところを切る。快感。よし。違う、フェイスの鍵こっちだよな。これは素晴らしい作りじゃ。どういう原理になってくくるんじゃこれは。ん？からくりか。顔の神殿。防げる。同じところか。同じところか。分かった。ちょっと待て。同じタイミングか。しかも。分かった。違う。死んでくれたまえ。はい。はい、はいはい、そう、はいはい、そうです。はい、はい、タイミングよくね。いって。
爆弾何秒で爆発するかちょっと覚えとかんのかな。今か、1、2、3、ボン、オッケー。3秒か、約3秒だな。これはまあ、これはガネーシャか。重いぞ重いぞ、うん、はい、終わりました。ダメっす、ここダメっす。重いぞ、丈夫だぞ。わかりました。見事な、いて、よし、甘すぎる。これは覚えている。さらばだ。なにこれ、持ち上げるって出るっていうことは、これもさらに持ち上げれるようなパワーアップするのか、リンク。どういうことなんだろうか。妖精さんが欲しいところでござんすな。じゃと弓矢は稼い。あいつがね、放ったらそばに爆弾置けばいいんだよな、おそらく。はいはい、そうですね。はい、違います。放って、はい、ここ、このタイミング、 OK。 放ってピョンと隠れるときにね、置くと。あれ、なるほど。あ、ここは乗れるから、そしたらこの方角で俺の知能指数を舐めるなよ。はい、舐めんなよ俺の。助けてー、出れんし。左でやらんといかんのじゃ、あれ。なんだ、あのチェスの駒じゃないか、ナイトじゃない、なんだあれ、馬だよ、馬やんか。ナイ、あれなんて言うんだっけ。いやいやいや、嘘つけおい、これ罪ですね。いや、ちょ待って、すいません、すみました。で、出れなくなっちまったぞ。あ、ここに、皆さん見て、これ綺麗にひび割れています。これを見落としてはいけません。よし、なんだここ、あれは魔法の粉を欲しているな。押しているのはお前か、違うか。バスビスバス、まだここに、まだここにいる。あ、抜け道、
これつけたらなんかあんのか。そしておいはい出てちょっと早かったか。はい、よし、これやっぱモテるようになるんだな。うん、へえ。何これ、パワーリング、パワフルブレスレット。今度は象だって担げるぞ。どうだ、いいぞ本当に。よっしゃ、あ、待て、X、 よし、どけこれ、これ戻ってきたのかな。戻ってきてるっぽいぞ。よし、そしたらあれ、斜め向け、オッケー。こっちからだといける。おっせえよおめえ。しかも俺爆殺されてんじゃねえか。OK、 あ、ちょっと遅いか。やはりか。これはもらっておく。叩き割れい。これは動かん。まあこっち、まず爆弾取ってこい。で、これを壺代わりにして、で、いけないな、うん、
アコなんか出そうなんだけどね。はいはいはい。ここに置く。なんだなんだ。おいおいおい。うまくいかないぞ。いや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 。いやいや、わけわかんねえな、これは。普通に置けって。わからん。いも。なんで跳ねるんだろうね。え？黒マスだ。ならこっちは白マスか。こっちが怪しいと思うんだけどね。黒と黒じゃねえ。偶然でもいいから乗ればいいんだな。オッケー。おいおい、乗ったやんか、乗ったやんか。これさ、あの将棋の桂馬の動きだよ。これ乗ってるやろがい。なんでお前目光らんがい。黒マスから投げんのか。はい、そうですね。違います。なめんな。え、わ、あ、ちょっと待って。こいつ一定の距離で跳ねるぞ。ここか。来たぜ。開いただけだぜ。開いただけだぜ。なめるな。これお前、濁流地方じゃねえか。どんな地方だそれ。濁流コースじゃねえか。あーし、待て待て。これをそしたらここに置いてみよう。ああ、投げた。あかん。こっち右は行ったよな。右行って宝物あって、じゃあ下行って左に宝物あるぞ。あっち。バスピシバスバス。オッケー。くちばし。来ました。よし、はい、それでは今回はここで一時区切ります。ね、かなり広い、まだこっち側も全然ね、広いマップなんで。はい、それではまた次回この続きやっていきましょう。またね。